おかえりなさい。眠れないの？大丈夫だよ。一緒に眠ろう。仰向けになって、横になって、目をつぶってね。頭のてっぺんから足の先まで脱力して、息を一つゆっくり吐いて、今、どんな感覚や感情があるの？今、この瞬間、自分に起きていることだけに意識を向けてみて。何か不安な気持ちがあるなら、不安なまま。寂しかったら、寂しいまま。悲しい気持ちがあるなら、その悲しみを受け入れたまま。緊張していたり、辛かったり、痛かったり、そういう感情をあるがままに受け入れて、深く深く体を観察してみるよ。その不快な感情は体のどこに存在しているのかな？ここ、あなたの胸元？それとも、ここ、お腹のあたり？奥の方、表面な方、その場所を見つけたら、今度はそれに対してあなたがどう思っているのかをじっくりと観察してみて。なくなってほしい。こんな感情は味わいたくない。どんな思いがあっても、その感情に気づくことが大切なの。でもその感情は敵じゃない。あなたのことを守るために、あなたの体が発した大切な感情なの。その感情を受け止めてあげて、ああ、大切なことに気づかせてくれてありがとうって感謝しながら、その感情を見つめてあげて。深呼吸をするよ。呼吸が入って出ていくのをただ感じていくよ。できるだけ気持ちがいい、ゆったりとした呼吸をただ味わっていくよ。脱力した足の先にはどんな感情があるかな？あったかい？冷たい？何かに触れている？もしかしたら何にも感じない、そう思うかもしれない。そのあるがままの姿を感じてみて。深呼吸は続けたまま、きれいな君の体をすべてクリアにしてくれる空気が、鼻から喉元、みぞおちへと落ちていった。
膨らんだお腹から今度は嫌なものをすべてくるんだまま空気が口を通って外に出ていく。次はふくらはぎの感覚を感じるよ。こわばっている？緩んでいる？少し外気を冷たく感じる？それとも暖かく？ゆっくりと呼吸を繰り返しながらふくらはぎの感覚を感じてみてね。次は太もも。太ももの感覚を感じて、この太ももの感覚と一緒に呼吸をするよ。そしてまたゆっくりと息を吐いて、集中していた太ももから次はお尻。お尻の感覚に注意を移して、触ってみたら少しヒヤリとするお尻の感覚と一緒に意識しながら呼吸を繰り返していくよ。ボディースキャン法。体の一つ一つに意識を向けながら、今ここに集中する。息を吐いたら、次はお腹。君のお腹からお腹に感覚を移すよ。お腹が膨らんだり、へっこんだり、吸う息でお腹が膨らんで、吐く息でお腹が縮んでいく。そしてまた、ゆっくりと息を吐いて、お腹から意識を解き放っていってみてね。次は胸。胸の感覚に注意を移して、胸の感覚をゆっくりと感じて、この胸の感覚と一緒に呼吸をしていくよ。で、吐いて、体の中の空気がきれいになっていく感覚。一つ息を吐いたら、今度は胸の意識を両肩に移していくよ。この両肩の感覚を感じて、力が入っている？少し寒い？暖かい？ T シャツが触れる？繊細に一つ一つの自分の感覚に気づいてあげて、呼吸をしながら一つ息を吐いたら、次は両肘につまんでも痛くないと言われる鈍感な肘だけど、
今どんな感覚を持っている？左右の両肘に注意を向けて。そしてまたゆっくりと意識を吐いて、今度は指先へ。親指、人差し指、中指、薬指、小指、すべての指がじんわりと温かくなっていくのを感じて、新鮮な空気は指先までじんわりと広がっていく。一つ息を吐いたら、今度は頭に。力が入らないように眼球も口も歯と歯は開けて、ポカーンとした口で、体のどこにも力が入っていない状態。いつもはシワが刻まれているかもしれない君のおでこも、ゆったりと緩めてあげてね。息を一つ吐いたら、今度は全身。息を吸ったら、胸が、背中が、布団を押す感覚を感じて、息を吐くと、布団に深く沈み込んでいく。吸って、吐いて、首の付け根、喉の奥も力が抜けて、息を一つ吐いたら、全身から意識をそらしていくよ。自分の体全体がどんな状態になっているのか、心地がいい感覚を感じてみて。深く沈み込んだ体に執着することなく、体があることも忘れて、心地がいいという感覚だけ。穏やかで静かな静寂が全体に広がっていく。好きなだけこの静寂を味わっていってね。おやすみな。